ニコラス・ジェームズ・ヴィンセントは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ軍、パウェイ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のミネソタツインズ所属。愛称は、フッパフッパ。2008年の MLB ドラフト18巡目で、サンディエゴパドレスから指名され、6月14日に契約。契約後、参加の A-9、ユージーニ・エメラルズで、プロデビュー。 8月24日にトリプル A 級ポートランドビーバーズへ昇格したが、同日登板後に A-9 ユージーンへ降格した。A-9 ユージーンでは16試合に登板して3勝3敗にセーブ、防御率5.40、38奪三振を記録した。2009年は A 級レイクエルシノアストームでプレーし、59試合に登板して4勝2敗にセーブ。 防御率3.08、74奪三振を記録した。2010年は a 級レイクエルシノアでプレーし、48試合に登板して4勝0敗、防御率1.87、76奪三振を記録した。2011年は a 級サンアントニオミッションズで66試合に登板して8勝2敗3セーブ、防御率2.27。 89奪三振を記録した。オフの11月18日にパドレスとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2012年3月8日にパドレスと1年契約に合意。3月16日にトリプル A 級通ンパドレスへ配属され、そのまま開幕を迎えた。5月18日にメジャーへ初昇格したが、当番のないまま20日に、 トリプル A 級通損へ降格。6月26日に再昇格し、同日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビュー。4点ビハインドの6回裏から登板し、2回を無安打無失点1死球2奪三振に抑えた。7月5日にトリプル A 級通損へ降格したが、16日に再昇格した。を続けていたが、7月22日に、 再びトリプル A 級ツーソンへ降格した。8月18日に再昇格。この年メジャーでは27試合に登板して2勝0。はい、防御率1.71、28奪三振を記録した。2013年3月9日にパドレスと1年契約に合意した。3月24日にトリプル A 級ツーソンへ移動し、前年と同じくトリプル A 級で開幕を迎えた。 5月30日にメジャーへ昇格。6月1日にトリプル A 級通算へ降格したが、11日に再昇格した。この年は45試合に登板して6勝3敗1、西部防御率2.14、49奪三振を記録した。2014年3月3日にパドレスと1年契約に合意した。自身初の開幕ロースター入りを果たし、 63試合に、登板して1勝2敗、防御率3.60、脱三振を記録した。2015年は前半戦不振で、メジャーとトリプル A 級、エルパソチワワゾをさん往復したこともあり、登板試合数は26試合と、大幅に減った。それでも、9月に最昇格してからは、安定したピッチングを見せるようになり、シーズン防御率は2.35だった。 2016年3月30日に後日、発表選手、または金銭とのトレードでシアトルマリナーズへ移籍した。マリナーズではブルペンの主力の一人として定着し、2シーズンぶりとなる60試合にリリーフ登板して通算200試合に到達した。4勝4敗3セーブ、防御率3.73、ホイップ1.13という成績を残し、防御率は前年から 大幅に悪化したものの、脱三振率を9.0台に戻した。2017年は2年連続60試合かつ、自己最多となる69試合に投げ、3勝3敗、防御率3.20、ホイップ1.16という成績であった。2018年は62試合に登板して4勝4敗、防御率3.99、56脱三振を記録した。オフの月日に、 FA となった。2019年2月21日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月28日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。7月29日にリーフとなり8月2日に FA となった。2019年8月9日にフィラデルフィアフィリーズと マイナー契約を結んだ。9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフに FA となった。2020年2月7日にジャイアンツとマイナー契約を結んでスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったと報じられ、9日に正式公示された。6月25日にタイソンロスと共に自由契約となった。その後、 6月29日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ。8月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの10月28日に FA となった。2021年2月3日、テキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは5月のマイナーリーグ開幕から、 参加の AAA 級ラウンドロックエクスプレスでプレーし、15試合に登板して防御率4.11、22奪三振を記録した。6月22日に自由契約となった。2021年6月23日にミネソタツインズとマイナー契約を結び、参加の AAA 級セントポールセインツへ配属された。8月10日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 二試合に登板後の8月18日にディーフとなり、20日にマイナー契約でトリプル A 級セントポールへ配属された。9月17日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。